日、ライプツィヒの5試合連続無失点を破り4得点目。堂安すごーい。堂安めっちゃ点決めるじゃん。堂安実は絶好調だ。堂安今季すごいな、チーム内最多得点じゃん。今季2桁いくかもな。堂安はクラブの方がいいのかな。また点取ってる。堂安が岡崎みたいになってきてるわら。いつも決めてるんだけどバケモンじゃん。まだ26だもんな。本当日本のサッカーはすごいことになってるな。飛び出しとグリフォのクロス完璧だな。堂安が覚醒してるのもあるけど、それ以前にフライブルクが良すぎる。長期政権終わったらボロボロに崩れるもんじゃないの。ねえユナイテッドさん、堂安クラブで覚醒モード入ってる。